T2000 型は、ベルギーの首都であるブリュッセルで、路面電車を運営するブリュッセル首都圏交通の電車。ブリュッセル発の超低小電車である。1980年代のブリュッセルの路面電車は、高規格の地下鉄への置き換えが、念頭に置かれていたことで近代化が遅れ、路線の廃止や、施設の老朽化、メンテナンス不足が目立っていた。車両についても1978年まで、 製造された T7900 型を最後に新型車両の導入が途絶えていた。この事態を解決するため、1989年以降、ブリュッセル首都圏交通は路面電車を中心とした公共交通機関の再編計画を掲げ、路線延長や施設更新などの近代化を図った。その一環として段差なく、 乗降が可能な超低商電車を導入することが決定し、1990年以降、欧州メーカーによる入札が行われた結果、アシックと GEC アルストムによって提案された100%超低商電車が受注を獲得し、電気機器については BNO1988 年に買収したボンバルニアも製造を手掛けることとなった。これが T2000 系である。 編成は両運転台式の三車体連接車で全長が短い中間車体の屋根上にシングルアーム式パンタグラフが設置されている。車体の台枠には衝撃吸収バンパーが組み込まれ最大時速 6km 分の衝撃を吸収することができる。連結機は設置されていないが将来的に自動連結機の取り付けが可能な設計となっている。台車は 車軸が存在しない独立車輪方式を採用しており GEC アルストム製の電動機は一つの車輪の外側に1機ずつ設置され優勢歯車を用いて動力を伝達するハブモーター方式が導入されている中間車体の台車は全ての車輪に電動機が設置されている一方前後車体に設置されている台車は車単速の車輪にのみ電動機が搭載され 中央側の付随車輪とは直径が異なる。この構造は T2000 系の受注獲得以前から BN とアシックの共同で開発が進められ、1989年以降は試作車を用いて試験が実施されていたもので、これにより車内全体の床上高さが 350mm という1 0 0低床構造が実現した一方、運行開始後は、 線形条件による騒音や振動が課題となっている。試作車である2001は1993年10月2日にブリュッセルに到着し、長期にわたって試運転が実施された後、ブリュッセルに路面電車の開通から100周年を迎えた1994年4月29日から営業運転を開始した。以降は1995年までに試作車を含めて51両が、 導入されている。後に導入された、超低床電車の T3000 型や T4000 型とともに、平日ラッシュ時を除き車内に自転車を持ち込むことができる。ありがとうございます。